こんにちは、エンドです今回はアウトプット定義と、えー、上下レビューの進めというテーマで話していきたいと思いますこれはまあシステム開発で、えー、行っているプロジェクトをまあ一つ前提として話していきたいと思いますまず上下レビューっていうのはどういうことかというと自分より上のポジション自分より下のポジションのアウトプットをレビューするっていうことですねでこれを各メンバーが行っていくっていうことです一般的にはシステム開発だと えー、ポジションに、えーまあ、序列っていうのがあります。でこの序列っていうのは、まあ、あくまでチー,ムになチームでプロジェクトをうまくやっていくための序列っていうことになります。まあ、それ以外の意味は特にないです。えー、つまり、プロジェクトマネージャーが、まあ、上にいましてで、その下にシステムエンジニアがいまして、でその下にプログラマーと QA が、まあ、テスターですね、プログラマーや QA がいまして。 えーまあ、そういった序列になってますでプロジェクトマネージャーの上に、えー、プロダクトマネージャーだったり、えー、プロジェクトオーナーだったりっていうのもいたりしますまあちょっとこのあたりはそのチームによってあのもう個別具体的になってきますただ、えー、自分は誰からの指示をインプットとして受けるかそして誰に指示をアウトプットとして出すかっていうのはどのチームでもあるはずですそしてまあ,あの呼び方は別にあの様々ではあるんですが、まあ、そういった序列みたいなところがあります で、えー、今回おすすめしているところは、自分より上の、えー、情報インプットする立場の人、自分より下の情報アウトプットする立場の人がいるはずです。その人たちの両方の、えー、アウトプットをしっかりレビューしようっていうのが今回話していることです。えー、つまり 私は今、プロジェクトマネージャーなので、プロジェクトマネージャーの立場で話します。プロジェクトマネージャーは、プロダクトマネージャーですね。つまり、プロダクト、どういうプロダクトを作りたい人か、っていう人からインプットをもらって、その内容を SE、システムエンジニアにアウトプットします。また、あの、プロジェクトマネージャーなので、あの、SE のアウトプットもチェックしたり、あとは、ま、全体のアウトプットもチェックします。で、まあ、なの、なんですが、まあ、全体のアウトプットをチェックするっていうのは、まあ、聞こえはいいんですけど、 まあそんなこと時間的にできないので、結局できることっていうのは、この上下のアウトプットをしっかり確認するっていうところです。つまり、プロダクトマネージャーは、しっかり自分からのアウトプット、つまり、ここはどういう要件なんですかっていう質問に対して回答してくれるかっていう部分。これが上に対してのアウトプットチェックですね。で、下に、下の部分については、まあ、その聞いた内容ですね。こういう機能でやりたいっていうものをシステムエンジニアに伝えると。 でシステムエンジニアがプログラマーに伝えるとでそのプログラマーシステムエンジニアからプログラマーへの伝えるところのアウトプットをチェックするというところですで、えー、これをすると、まあ、何がいいかというところですがつまりあの聞いた内容をしっかり伝えているかということを両方チェックするということをすれば、えーまあ、理想論というか一応理屈上は全員がそれをやれば理屈上は認識相違というのはなくなるというところです なぜなら、プロダクトマネージャーの聞いた内容がしっかりプログラマーに伝わってるか、SE はプログラマーに伝えてるかをちゃんとレビューするからですね。で、今はプロジェクトマネージャーの話をしましたが、例えばプロダクトマネージャーの立場だとしたら、えー、インプットは、あのーまあ、ちょっといろいろにはなるかもしれないんですが、分析結果、Google アナリティクスだったり、他のアナリティクス結果から、あのー、次の機能を決めるっていうのが、インプットになるかもしれないです。 で、アウトプットはプロジェクトマネージャーの SE へのアウトプットですね。をプロダクトマネージャーがチェックするっていうところです。で、これ SE の立場だったら、インプットはプロジェクトマネージャーからの指示ですね。で、それを聞いて、アウトプットはプログラマーが実際に書くコードになりますね。で、そこがしっかりできてるのかっていうのをチェックする。まあ、コードだったり、あとは詳細設計を直す場合は詳細設計の部分だったりっていう感じですね。はい。で、えー、これを 各ポジション全員がやっていくっていうのが非常に重要になってきます。プロジェクトマネージャーだけこれをしても意味なくて、プロダクトマネージャーだけしても意味はないことはないんですが、効果は薄いっていうところです。えー、なぜなら、えー、SE にしっかり伝わったとしても、SE からプログラマーにしっかり伝わってるとは限らないからです。はい。で、これをしていくにあたって非常に重要なことは、えー、タイトルにもあるんですが、アウトプットの定義ですね。 これをプロジェクト開始前にしっかり定義しておくっていう必要があります。で、どういうことかというと、プロジェクトマネージャーはこのアウトプットをしてくださいと。で、システムエンジニアはこのアウトプットをしてください。プログラマーはこのアウトプットをしてください。で、そのアウトプットのテンプレートっていうのもあった方がいいです。で、これが定義できていると、まあそのアウトプットのテンプレートを見て、アウトプットの、アウトプットを見て、 あの実際の個別具体的なアウトプットを見てちゃんとレビューすることができます逆にこのアウトプットの定義ができていないとまあ誰がどんなアウトプットをすればいいかっていうのが非常に曖昧になってで結局あの何もアウトプットされないだったりあのまあビデオミーティングでひ一言言いましたよぐらいの,あのそんな感じになってしまうんですねうやむやになってしまうんですねだからあのアウトプットを定義するこれがプロジェクト始まる前にするっていうのは非常に重要です で、えーまあ、このアウトプットの定義っていうのは、もう本当にチームによってバラバラになってきます。で、またシステム規模によってもバラバラになってきます。またシステム規模の話でいくと、例えば、まあ、1億円、10億円、100億円など、まあ、すごい大きいシステムを作れば作るほど、設計だ、まあ、機能がたくさんあるわけですねで。機能がたくさんあるわけなので、設計がどんどん難易度が難しくなっていきます。だから、設計書を まあかなり細かいところまでアウトプットを定義する必要があります、えー、ただまあすごい逆を言うと例えば100万円のシステムを作るとなると正直設計を時間かけてやっているとそれだけで100万円の予算を使い切ってしまう可能性もありますだから設計はほどほどにしてすぐに開発に取りかかるっていう特性があったりしますここでもうシステム規模によってもうアウトプットが変わってきますまたそのチーム体制によってもアウトプットは変わってきます 例えばシステムエンジニアがいない場合システムエンジニアがいなくてプログラマーがもう設計もやりますとだったりプロジェクトマネージャーが設計もやりますみたいなそういった、えー、こともありますですので、まあ、一概にこう言えるアウトプットを定義するものでもないというところです、えーまあ、一般的なところですねで、えー、ただし、えー、作っておくべきことっていうのは作っておいた方がいいです えーまあつまり SE の役割を与えられた人 SE っていうことをしないといけない人ですね、まあ、もし SE がいなくてもプロジェクトマネージャーが SE をしな,いしないといけないのであればそれはもうプロジェクトマネージャーは SE のアウトプットを作るっていうことです基本的にまず私の考えからいきます、えー、プロジェクトマネージャーとしてはその計画ですね、まあ、QCD と言われる部分クオリティコストデリバリーの部分を守るっていうのがプロジェクトマネージャーの責務だとは思っていますだからプロジェクトマネージャーのアウトプットとしてはまず えー、しっかりした、えー、計画、スケジュール管理ツールですね、プロジェクト管理ツールを使って、であの全員の進捗だったり、作業の内容を、あのー、逐一、まあ、日々把握できるように、最新に整えるっていうことだったり、えー、それによって、まあ、どれぐらいのコストがかかっているのか、いつできるのかっていうのをすぐ答えられるように、プロジェクト管理ツールを使って、えー、常に最新のものを用意しておくっていうのが、プロジェクトマネージャーのアウトプットだと思っています。はい でただ SE のアウトプットとしては、次に SE のアウトプットとしては、えー、基本設計ですね。まあ、これは私の考えです。基本設計が SE の,あのアウトプットだとは思っています。ここをしっかり作るですね。あの要件を聞いて、それをしっかり作る。で、その下のプログラマー QA のアウトプットですが、ここは詳細設計の、詳細設計プラスコーディングっていうのがアウトプットだとは思っています。 つまり SE の,その基本設計ですねまず SE が全体的なこの設計を行ってプログラマーというのが複数にいてその各、えー、機能ごとにこう割り当てられていくという感じですねで各機能ごとの、えー、詳細設計をこう作っていくというところですでその詳細設計を SE がレビューして OK だったらコーディングをスタートするで QA もあの同じようにテストケースを作ってそれを SE がレビューして OK だったらあのテストを開始していくみたいな感じですね で、えっ、ー、と、インフラもまた別で必要ですね。SRE だったり、まあ、あの、インフラ担当だったり、まあ、ちょっと呼び方はいろいろありますが、<laughs> その人が、まあ、SE が考え、SE が作った、そのインフラの要件に従って、インフラの設計に従って、えー、そのインフラ担当がさらに細かい、えー、インフラを作ります。インフラのドキュメントを作って、レビューしてもらって OK だったら作る。そういう、あの、流れを想定してます。そういう流れですね。で、えー、 ま、もし SE がいない場合は、これをプロジェクトマネージャーがやる。もしくは、やる場合でもありっていう感じですね。で、プログラマーが、その、詳細設計をしないパターンっていうのも、もちろんその、会社によってはあり得ます。まあ、その場合は SE が詳細、基本設計と詳細設計二つ作るっていうところです。で、このあたりは、えチームによって、ま、バラバラっていうことなので。ただ <laughs>、このポ、このチーム、今のチームのこのポジションは、このアウトプットを作る。そしてこのアウトプットのテンプレートは、これ。 みたいなのは確実に定義しておく方が良いですなぜならそれがないと結局どこをレビューしていいかわからなくなるからなんですねあの何か言ってましたよっていうちょっと記憶になってしまうんですよねその Google の,あのミーティングとかであの確かに伝えてましたよとかで結局うん最新版がドキュメントに反映されてないっていうのは本当にそのミスの前兆なわけですねちょっと話は変わるんですがプロジェクトが失敗する時っていうのは あの、昨日まで成功してて、今日いきなり失敗するわけではないんですね。その、必ず前兆っていうのがありまして、プロジェクトがまず赤字になるプロジェクトっていうのは、必ず1ヶ月前に赤字の前兆があって、さらに言えば2ヶ月前、3ヶ月前、もしくはプロジェクトが始まった、始まって1ヶ月した段階でもう前兆が出てたりもします。で、その強い前兆の一つが、あの、最新版のドキュメントがないっていうところです。またレビューしてないっていうところですね。はい。 ですのであの、しっかりドキュメントをテンプレートで作っておいて、でアウトプットを定義してで、上下でレビューしておくと、でこれはあの非常にあの認識相違をなくすために重要にはなってきます。結局、システム開発の、まあ、ミスのほとんどというか、まあ、ほぼ大部分は、まあ、認識相違でミスをしてますので、つまりしっかりお客さんが伝えてくれたことが開発にたどり着いてないということですね、どこかで認識が間違えた、でその認識がなぜ間違えるのかというとあの、ドキュメントにしてなかったり。 で、ドキュメントにしてるけど、レビューしてなかったり、つまり認識相違がないかをチェックしてなかったりっていうところが原因だったりします。だからこの体制、このルールをしっかり厳守するっていうのは、プロジェクトのリスクを大きく下げることにつながりますので、まあ私はあのシステム開発をする場合は強くこのやり方をお勧めしています。それでは今回は以上です。ありがとうございました。